スノーマン、メグロレン&ラウール、ミラノで、秘密、の出来事、匂わせ、気になる、とファンざわつく。スノーマン、メグロハスとラウールが14日、それぞれのインスタグラムにて、インスタライブを実施。二人の発言に注目が集まっている。メグロレン&ラウールの、秘密、が話題。イタリアミラノでは現在、2024から25年秋冬ミラノメンズファッションウィークが開催されており、メグロは、フェンディ、ラウールは、ドルチェ&ガッバーナ、のショーに出席。二人は同じ空間にいながら、それぞれのアカウントから別々に生配信を実施してコラボするという、異例のスタイルでインスタライブを行った。二人は小前夜に決起集会をしていたそうで、美味しいもの食べた、という質問には、昨日食べました。海鮮みたいなものを食べた、と明かしていた。さらに、散歩という共通の趣味があることから、散歩はできた、という質問も。これに二人は言葉を濁し、お散歩みたいなことは。あとは昨日の夜、と口に、なお、この話題の前では目黒が、ショーのこともだし、別のこともやったじゃん。夜、と話すと、ラウールも笑いながら反応し、昨日の夜に面白いことしてみたんだよね。俺的にはすごく嬉しかったんだけど、機会があればみんなにも見てもらいたい、と今後の活動を匂わせる一幕があった。これらの発言に SNS 上では、二人の秘密。匂わせ、気になる、なんだろう、いつか教えてください、嬉しいお知らせっぽいし楽しみだな、など多数の反響が寄せられている。